皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。スラム奏法小ネタフレーズということで、まあスラム奏法のフレーズを一緒に練習して、基本のビートとか応用とかフィルインとか、まあそういったものをね、一緒にこのブラッシュアップして覚えていこうぜ、練習していこうぜ、上手くなっちゃおうぜ、わーみたいな感じの、そんな感じの趣旨の動画でございます。とりあえずこの1本目の動画は、初めてスラム奏法にチャレンジするよっていう方でもついてこれるように、結構シンプルな話からスタートしてみようかなと思います。とりあえずちょっとフレーズを弾いてみます。この1本目の動画で練習する、マスターできるフレーズはこんな感じです。ちょっと聞いてみてください。いきます。こんな感じの基本のビートって感じです。今のを聞いてみて、ああなるほどね、それはできるかなって思った方は次の動画に進んでみてくださいませ。なんだろう、ちょっと面白そう、やってみようかなみたいな感じで思っちゃった方は一緒にチャレンジをしてみましょう。まずですね、スラム奏法する前にギター壊れやすくなるから、大事なギターではあまりやらないようにしましょう。そこだけは大前提でお願いいたします。ではギターを持っていただいて一緒に行きましょう。まずこのね、基本のバスっていう音とスネア、この二つの音をまず練習しましょう。バスの音はですね、このサウンドホールという穴の上ら辺を手首で叩きます。そうすると、なんかこんな感じのね、ドフって音がすると思うんですよ。位置はどこでもいいです。まあなんか適当に叩いてみて、叩きやすい位置とかね、低い音が鳴る位置とか探してみてくださいませ。もうざっくりです。ざっくり。もうこの辺かな、この辺かな、みたいな感じで。こんな感じで手首を落とすと、ドフっていう、なんかこう低い音が、するはずです。で、その次、スネア。この指板っていう、この、ま、黒いところですね。ここのところの、フィンガーボードを4本指でバゴンと叩きます。こんな感じ。僕はね、中指と薬指が中心になっていることが多いです。まあ、見ていただいてわかると思うんですけど、なんか中指と薬指はこのフィンガーボードに振ってるじゃないですか。僕はこの辺叩くことが多いんですけれども、まあ、適当にです。もうざっくりです。この辺かな、バンってな感じで。低い音と、高い音。ボン、パン。ボン、パン、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 ボン、パン。こんな音が出てたら全然、OK でございます。これが出たら全然 OK。で、ちょっと強いて言うならばポイントとして、強いて言うならばポイントとして、叩き方なんですけれども、もし余裕があったらこんな意識もしてみてくださいませ。まずバスの叩き方はですね、この肘を、手首をこんな感じに曲げて、ここで固定して、肘からこういう風にこの動かして叩くとですね、痛いんです。これ。これ痛いんです。これはできるだけ避けましょう。ちょっと僕の手首を見てください。この手首。手首がこんな感じで 山折りから谷折りに、スイッ山折りから谷折りに、スイッんスイッスイッこんな感じでこのくねりを、使って叩くと、少ない動きで叩けるし、あと手首が痛くないっていうメリットがあります。スイッ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 こんな感じ。スイッ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 こんな場合です。で、スネアの方なんですけれども、スネアの方は手首のこういう上下運動ではなくて、このひねりを使うようにしてみましょう。この平手打ちをするような感じです、ちょうど。こうやってねえねえっていくんじゃなくて、俺やバーンみたいな感じで、もうほんとね、もうほっぺた思いっきりこう引っ叩くぐらいの勢いで、こういう手首を階段を使うんです、こっちです。ねえねえのこっちの上下ではなくて、こっちです。スパーンと。この回転を使ってスネを、叩くと。そうすると、動きがちっちゃくて、なおかつ勢いもあって、すごい甲高い音がして、すごい軽い力でいい音がパーンって出るので、この手首を意識してみてくださいませ。回転です。回転です。バスは手首をくねらせる。そして、回転。ボン、はい、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 ボン。さあ、ご一緒にどうぞ。はい、ボン、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 はい、ボン。こんな感じです。これがその基本の動作のバスとスネアってやつです。これね、この後もね、すっごいよく使うんで、ぜひ覚えておいてくださいませ。最初ね、すごいぎこちなくなっちゃうし、なんか手首痛いなってなったりとかすると思うんですけども、ぶっちゃけほんとね、慣れです。
もうしばらくはですね、手首痛いみたいな感じになっちゃうんですけども、まあ痛かったら無理せずにちょっとお休みしたりとかして、まあね、しばらく1週間、2週間とか続けてみてくださいませ。そうすると動きも滑らかになってくるし、手首も痛くなくなってくるし、いい音も出てくるようになってきます。で、このスラム奏法のバスとスネア、これを使って基本の8ビートを練習してみましょう。基本の8ビート。こんな感じ。今練習したバスとスネア、これはそのね、叩くパートのわけですよ。叩くパート。パーカッションパートですね。叩くパート。これに合わせてギターをストロークするギターパートを合わせるわけなんですけども、ここがね、ちょっといきなり難関でございます。頑張ってやっていきましょう。手順は4つあります。1、2、3、4という4ステップあります。まず、ステップ1。バスの音を出しながら、この指先でダウンストロークをしましょう。同時に行います。ドン。こんな感じです。これね、初めてでね、いきなりできたらね、天才です。初めてやって、あ、できたってなったらね、天才です。大体、って感じになるかと思います。難しいんですよ。手首はですね、このバスを打つためにこっち側に落ちてきます。ドンと。で、それと同時に、指先をこのグーの状態からパーの状態にしてダウンストロークをすると。今までダウンストロークっていうとさ、その普通のダウンストロークはこのね、手首ごとこういう感じでこの降りてしまってたから、この癖がね、やっぱついてしまってるんですよ。けどスラム奏法においてはね、この動きしないんです。指先だけ。ちょっと一緒に練習しましょう。手首を動かさずに、手首はこの位置です。手首をこの位置で、指先をグーの状態からパーに持ってきます。パーと。パー、パー、パー。この時に手の位置がこんな感じで下がっちゃダメです。鏡を見ながら、僕と一緒に、僕と同じ動きをしてください。僕と同じ動きをしてくださいませ。手首を少しこう垂らす感じにして、グーの状態からパーに持ってきます。パー、パー。パー、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 パー。こんな感じ。で、バスの音は、さっきやった通り手首を落とすと。こんな感じで落とす。落とす、落とす、落とす、落とす。で、これを同時に行っていきます。手首を落とすのと同時に、パー、いきます。パー。超むずくないですか超むずくないですかこれがね、バスストロークって言い方してるんだけども、一番めちゃくちゃ難しい。最初の一番の難関でございます。これが大変。まあこれがステップ1のバスストローク。で、ステップ2はね、すごい簡単。もう指先でダウンストロークすれば OK です。ダウン。で、3はスネアです。ステップ、ポンと。で、この叩いた時に指を置いたままにしましょう。パーンと叩いて置いたままにすると。で、ここからステップ4、かき上げます。この指を軽く曲げて、なおかつこのね、かき上げるようにして、アップストロークをすると。3、4。合わせると、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。こんな感じ。ゆっくりやってみてくださいませ。で、ちょっと細かい話するんで、ちょっと皆さんは、こんな感じで練習しながら話を聞いてくださいませ。練習しながら僕の話を聞いてみてください。このね、動作ね、初めてやってね、いきなりできたんで、マジ超天才です。もうできないのがね、当たり前。もうそんなもんです。なんか今までやったことがない動きだからさ、あれこっちだっけ、あれどっちだっけみたいな感じで混乱すると思うんですよ。そんなもんです。全然大丈夫です。そんなもんです。最初は誰でもそんなもんでございます。あまり深く悩まないでください。まあ、やってれば、そのうちできるっしょくらいのそのぐらいの気持ちでお願いいたします。で、結構いろんな方を見ていくとですね、まずね、よくあるパターンなんですよ。よくある間違いパターン。まず一つ目が、バスストロークのやり方なんですけども、バスの音に集中してしまうと、ストロークがおろそかだし、ストロークの音に集中するとバスがおろそかって感じの方がね、結構多いんですよ。両方ともバスのドンって音も、ストロークのジャンって音も、両方ともビャーンって出ると。なんか僕の音聞いてなんか両方しっかり出てると思いませんか？このバスの音と、ストロークの音。このドフって音と、バスの音。これが。
結構しっかり聞こえると思うんですよ。意外とね、あのね、結構ごっがごっがごっがっつりギュッて言ってます。ギュッて。ギュッて。あの、軽く結構っすよ。結構っすよ。うらってこう、うらって。結構な勢いでやってます。結構な勢いでやってます。しっかりとこのドフって音とジャーンって音、この2つの音を両立させましょう。で、よくあるパターン、その2としてはですね、ステップ1、バスストローク。で、ステップ2のダウンストロークの時、この時ダウンストロークをすればいいだけなんだけども、結構ね、バスストロークになっちゃう方多いんですよ。もうステップ1につられちゃって、悪くやると、こんな感じ。なっちゃう方結構多いです。1、2、1、2、2はダウンストロークだけなのでお気をつけくださいませ。1、2、3、4、1、2、3、4。これが基本の8ビートのパターンでございます。まずコードはさておき、コードは別に簡単だからほっといていいので、まずこの動きを練習してください。ずっと。このドッツパック、ドッツパック、ドッツパック、ドッツパック。こんな感じでございます。ドッツパツ、ドッツパツ、頑張って練習してみてください。うまくできるようになってきたら、左手のコードも合わせましょう。まず E コードを押さえます。人差し指が3弦の1フレット。中指が5弦の2フレット。薬指が4弦の2フレットで、全部の弦をベラララと弾きます。 E コードで、 E コードでさっきの、ドッツパッツドッツパッツ、これを2回やりましょう。1、2、3、4、1。で、この2回セットで1小節って言い方をするんですけども、1つのまとまりです。1小節っていうまとまりです。 E コードで1小節で、それぞれの指を1個下げて Am というコードにして1小節で、また E に戻して1小節で、 Am で1小節。こんな感じで E と Am で1小節ずつ練習してみましょう。こんな感じです。 1、2、3、4、1、2、3、4 この時は手離しちゃ大丈夫です。こんな感じ。これはまあ、滑らかにできるように何回も何回も繰り返してやってみましょう。で、何回か弾いたら、こんなパターンも入れてみましょうか。フィルインとか、おかずとか言ったりとかするんだけども、なんかこのフレーズが8小節とかある中で、最後の方にこうね、プツッと、なんか入れるような転換の、なんかこの味付けみたいな、なんかそんな感じのフレーズです。こんな感じ。まず最初にバスストロークです。バスストローク。で、その次、スネアなんですけれども、スネアなんですけれども、ここで止めずに、そのままこうね、振り払うスネアします。理想としてはこのパンって音とこの弦の音が両方とも出るのが理想なんですけれども、最初は難しいと思うんで、このスネアの音、このパンって音、これだけ鳴ってればいいです。バスストロークスネア。で、その次またバスストロークいきます。バスストロークで、アップストローク、このひとまとまりです。バスストローク、スネア、バスストローク、アップストローク。1、2、3、4。こんな感じ。1、2、3、4。これをさっきの、基本の8ビートの4ステップの後ろにこのベンとくっつけます。タタツカツプラットク、ドゥーンと。
そうすると一番最初に僕が弾いたフレーズが完成するはずなので、ちょっとですね、このまず基本の8ビートを練習して、でコードの練習をして、でその次フィルインの練習をして、完成っていう状態を目指していただけたら幸いでございます。そんな感じで、まず1本目の動画が、まあ、以上の、パターンとなります。どうでしょうか、うまくできましたでしょうか。何度も言うんですけども、初めてスラムソーやってね、そんなすぐにできないんですよ。ほんとね、このバスストロークがね、まず最初超むずい。なので、できなくてもね、不安にならないでくださいませ。俺、才能ないのかななんて思わなくても、やってりゃ誰でもできるんで、全然自信持ってくださいませ。そんな感じでございます。それでは、そんな感じで1個目の動画を終わりさせていただきましょう。このフレーズがうまくできるようにできたら、次の動画に進んで、また違うパターンも練習してみてくださいませ。それではまた違うところでいたしましょう。さよならグッバイの前に、何かわかんないこととかね、質問とかありましたら、ぜひお気軽にバシバシとコメントをしてみてくださいませ。僕が答えるときもあるけれども、まあ、この動画を見ている、わかってる人、知ってる人が答えてくれるかもしれないんで、とりあえずまあわかんないことがあったらですね、あまりこの遠慮せずに、とりあえずババッと書いてみるがよろしい。そんな感じでございます。それではうまくできましたら次の動画へ、うまくできなかったらとりあえずまあ頑張って練習してみてくださいませ。それではまた違う動画をいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。グッバイ。